タクシャーキングジョン、うん、はい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 、何やってんねん言うてはい、ということでね、お久しぶりです。皆さん新年明けましておめでとうございます。今動画上がってんのいつやかな、今撮影してるのが12日ぐらいなんですけど、ということで本日はちょっとね、キングにドッキリを仕掛けていこうと思いまして、本日の企画、ママが作ったお弁当が実は冷凍食品だったらメンバーどういう反応するのかドッキリ、ドッキリというか検証ですね。まあ実はキングって冷凍食品が弁当に入っていると嫌っていうのをずっと言ってるんですよ。だからキングの母親っていうのはもう絶対に冷凍食品を今まで入れたことがないんですよね。まあ嫌っていうか、そういう環境で育ってるからっていうのもあるかもしれないんですけど、朝早くに起きてくれて、まあお母さんがね作ってくれてるわけですからね。あいつはまあ冷凍食品とか彼女が入れてたら嫌やっていうのを言ってるんで、何を甘えたこと言ってるんじゃって、作ってることにまず感謝せえね、感謝してると思うんですけど、いやでも冷凍食品入ってたらなんかちょっと嫌やねんなみたいな、俺ちょ結構ガチで嫌やねんみたいなとか言ってたんで、あいつそれで冷凍食品わからんかったらやばいやん。母親のいつも食べてる味と違うかったらあいつは気づくのかっていう優しいドッキリになってます。久しぶりやから、まああいつ動画回ってるなんて多分一切思わんと思うけど、隠しカメラ撮りながらね、あいつの弁当をすり替えて気づくかどうか検証していきたいと思います。それではやっていきましょう。レッツストーリまあ、こちらピラフ、ご飯類はピラフですね。でコロッケとか唐揚げとか、まあ、あとは家にある余り物とか使って、あちなみに今深夜の2時です。さっき仕事から帰ってきて、まあ明日も仕事あるんで、その時にあいつに食べさせたいなと思うんで、でチンしよう。もうなんか一人になったら何したいかマジで分からへん。最近どうですか皆さん。もう俺は毎日毎日、最近はねいろいろ勉強してます。本読むのにハマってて、今まで本とか読んだことなかったんけど、もうなんか 3,4 冊ぐらい去年の年末ぐらいから読んでて、やっぱり本っていいなって思いました。今まで読んだことない分、すごいなんか自分の考えだけで生きてきてたけど、やっぱ人の意見っていうか本に書いてるようなその考え方であったりとかを見たことによって、なんかすっごい、あ、そういう考え方があるんやっていう、なんか視野が広がったっていうか、やっぱりなんかすごいね、いいなって思いましたね。だから本も皆さん読みましょう。本は大事です。すっぽり。何してんねん。さよなら。こちらの冷凍食品、匠の技によってまるでお母さんが作ったかのような弁当になりました。全然なってない、どう見たと。次の日になりましたけどもね、今日まあ仕事であいつコンビニ行ってるんで、今のうちに弁当をすり替える作業をしていきたいと思います。髪の毛えぐいって、ちょっと急いでね入れ替えていきたいと思います。あいつの愛妻弁当、お茶は愛母弁当、相棒弁当、これを入れ替えていきます。気づかんぞこれ。唐揚げです。これを忍ばします。冷凍唐揚げってね、最近うまいからな、気づかんと思うよな。まあ何も言わん可能性だってあるから、そこはちょっとうまいこと取らなあかん。ここの並びを、まあ、さっきの写真と見比べてもらったら分かるけど、全部冷凍に変えました。あいつは反応するのか。それでは見ていきましょう。イエイ。来た来た来た。事務所戻る？うん。飯食ったんお前。食った。あの子。どこにある？弁当ある。あ、弁当あるん今日。弁当ある。うん。弁当あるん。飯子。なんなん？いつもや。あるな。
避難ルールが宣言もの一旦寝越し何なんいつもやんあるなめっちゃいい寿司寿司めっちゃいい匂いするいや今日もお前ママの弁当ママ言うなママお前いつもママって言ってるやん、うん、バリうまそうやんめっちゃうまそうやん緑が1個もあるあるやんほうれん草入ってる待ってシューマイとか初めて初めてやねんけどいただきまーすうまっえこれ冷凍やなめっちゃ綺麗やな、でも。この冷凍やな。めっちゃ綺麗やな。絶対冷凍やな。いや、うまいんじゃん。いや、うまいはうまいけど。え、おかんから冷凍なかったんやけど。これ多分、うん、これは昨日の夜飯やったよ。ああ、全然普通じゃん。6品中3品冷凍やねん。唐揚げも絶対冷凍やもん。俺弁当に唐揚げなんか、前日の夜に唐揚げじゃなかったら入ったことない。朝から揚げることなんか絶対せえへんもんね。じゃあ冷凍入れてんじゃん。100% 冷凍の味です。もう作ってくれてんのは嬉しいやろ。うん。言ってた。でも言ってた。そう思えば。あ、この間俺お前のおかげに出ましたよ。言ってた。じゃあなたまによより出ますね。なんなんそれ。寝落ちとかすんねんけど。お前怖っ。正味もうあいつ好きじゃないねみんな。うん。なんかカップルやん。あいつ好きちゃうねんって。じゃああいつ好きちゃうねんみたいな。なんかもう雄大でもうそろそろもうええかなみたいな。どんな会話やん。もうなんか家族やめようかなみたいな。うん、言っとって。それや。弁当に出てるもん。だるさが。そりゃ入れるわ、冷凍。悲しい。でもよう冷凍って分かったのこれ見て。いや、冷凍やん。だってね、高校からさ、この間ずっとさ、弁当作ってもらったりしてたわけやん。うん。こんなんな、あったことあるわけない。いつも家帰ったらなんて言うんやっけ、ママ大好きこれはマジやねんな。それはもうその夜電話の時に聞いたから。マジやねんなって。マジやねんなって、それ電話の時聞いたから。じゃあもうえっか。これはいつもの味です、うん、冷凍何が嫌なの。これだけこういう3品多いと。こういうのやったら別に出ねえいいね、うん、別にな。ああたまには毎日やったら産まなくなる。ああなるほどな。しかも冷、まあ、体にいいかって言ったらそうでもないしな、うん。あ、そういうこと。で、今日とかは全然別にええで。カメラ、久々に回してる。はい、ということで。待って、超久々の。お前、冷凍が弁当に入ってたら嫌っていうのをずっと言ってんのを聞いてたから。秒で気づいたな。いや、わかるよ。秒で。ここに、愛は、あるんか。確かに、手作りやったら愛っていうのはわかる。それはもちろんそうやわ。じゃあもう一回聞く、うん、ここにこの唐揚げとコロッケとシューマイに、うん、愛はある。作ってるこの会社さん、うん、めっちゃ心込めて作ってる。いや愛ないよ。美味しくなれって知らんよ。全く知らんよ俺のことなんか。この唐揚げ作ってる人、コロッケ作ってる人、まあ、そうやな。まあっていう感じで、まあ、ただただ優しいドッキリや。めっちゃ優しいよ、うん。久しぶりやん、カメラ使いようと思っててんけど、それ失敗してんけど。どういうこと。お前の弁当の具材ここに入れ込んだで。うわ入れ込んだ。これが本当のご飯。それ下ピラフにしといた。だ冷凍ピラフやったらさすがに。これとかは俺、いや本当はこれを変えようと思って気づくやん、さすがに。そうやな。だからやめた、途中で急遽。まあ YouTube 撮ったな、マジで。多分 3ヶ月ぶりぐらいじゃん、こうやってガチさんの。久々ちゃう。みんなが待ってるっていうのはね、ちょっと DM とかで来てるんで、ちょっとね、そろそろ何か撮りたいなと思って、今回この感じで動画撮ったけど、まあこれからも YouTube 上げていくんで。いや、俺の顔見れて嬉しいじゃん。そう、多分嬉しいと思う。喜べ。うん。っていうことでね、まあこれからもね、応援の、まあ応援というか、温かく見守っていただけたらと思います。じゃあねー。ああ、タクちゃん。じゃあねー。じゃあねー。